ベネツィアです。ベネツィアのスーパーにやってきました。ベネツィアです。フェアトレードニュースを発見しました。イギリスにはない。オレンジとパイナップルがありました。こちらがフェアトレードのチョコレートでございます。ちゃんとスイスマークも入っております。かわいいね。200円ちょっとぐらいですね。でもなんかフェアトレードチョコとフェアトレードじゃないチョコが混在していて、あんま値段の差が気にならないよね。てかむしろ普通の方が高くね。サボちゃんありがとう。皆さんこんにちは。ノースカロライナに留学中のみほです。今日はフードラインを覗いてみたいと思います。コーヒー売り場にやってきました。こちらがフェアトレードの商品です。 8.6 ドル、こっちが 6.5 ドルです。コーヒーはたくさんあるんですが、フェアトレードの商品はこの2つですかね。他のに比べて同じぐらいの値段ですかね。続いてチョコレート売り場にやってまいりました。フェアトレードの商品はこの辺りです。フェアトレードの商品はオーガニックのものが多いイメージですね。横のに比べて1ドルぐらい高くなってますが、でもその1ドルで地球に貢献できるんだったらこっちのチョコレートを選びたいですね。はい、こちらフィンランドのピフピフティブダスっていう、フィンランドの真ん中ぐらいに位置してる人口4800人ぐらいの小さな町に今来てます。フェアトレードなんですけど、まずここに紅茶が1個フェアトレードのがあって、これは 4.29 ユーロで、隣のルイボスティーと比べると、まあ、かなり高い感じです。これも紅茶かな。これは 2.55 ユーロ。ただこのピルッカっていうのが日本のイオのトップバリュー的な結構安いものなんで、他の紅茶と比べてもそんなに値段は大して変わらないかなと思います。うち蜂蜜もこれフェアトレードで、隣にあるのと比べるとまあ1ユーロぐらい変わる感じです。ん？何これ？砂糖？この砂糖も一応フェアトレードのが 2.19 ユーロで売られています。何これ？コーヒーが4.99 ユーロで売られています。これも隣のと比べてもそんなに変わらない感じです。隣のコーヒーと比べると1ユーロぐらい変わるのかな。ここに1個コーヒー、これとこれは一緒のものなんですけど、こっち 400g で 3.99 ユーロで、隣の同じものはフェアトレードじゃないんですけど、こっちは 500g で 3.99 ユーロ、だから 100g 少ないバージョンでフェアトレードが売られています。最後になんか1個見つけたんで、今砂糖も今、2.19 ユーロ、あ、これもフェアトレード、これも 2.19 ユーロでちょっとだけ高いのかな、ちょっとだけ高いけど、まあ、そんなに変わらないかな。ここも砂糖フェアトレードで売られてます。
まあこんな感じでコーヒー、紅茶、蜂蜜、砂糖とかは結構そんなに変わらず売られてると思います。はい、以上コーヒー紅茶部門でした。はい、続いてチョコレートなんですけど、これもフェアトレードで売られてて、これ 80g で 1.79 ユーロで売られてます。で隣のは 90g で同じ値段なんですけど、ただこっちもピルッカっていう安いスーパーのメーカーなんで、まあそんなに多分変わらないんだと思います。このマグナムっていうのは結構こっちでなんだ有名っていうかポピュラーなチョコレートです。はい、続いてバナナもフェアトレードで売られています。これは 1キロ 1.99 ユーロで売られてます。こっちはフェアトレードじゃないバナナなんですけど、1キロ 1.49 ユーロで売られてます。まあ、値段もそんなに変わらないかなと思います。最後にフーディンって、フーディンシェアリングハピネスっていうちょっとしたブースがあったので紹介します。ここにフェアリートレードって書いてあるトレードって書いてあるので、おそらくフェアトレードなんだと思われます。ただフェアトレードのマークはあんま書かれてないです。これココナッツ、うん、なんだろう、なんかあとなんだろう、これチョコだね。これチョコだけど、あ、これもチョコです。ちっちゃいチョコ。ただこれは結構他のさっきのチョコとかと比べると結構割高です。乾燥マンゴーとか、あ、こういうのはなんか結構その作った人とかまでちゃんと写真とかまで書かれています。ただここのブースは結構割高。ちなみにここ本当に結構ヘルシンキとかと違って小さい町だけど、こういう風にフェアトレードもちゃんと売られてるっていうことを紹介しようと思います。以上です。